みなさん、こんにちは、及川奈緒です、ただいま運転中でございます。お、ちょっと観覧車が見えてきたり高速道路があったりしますが、今回は私ちょっとインターネットを見てて気になるところがありまして、そこに行きたいと思います。このご時世なんで飲食店とか外食産業が今ストップしてるじゃないですか。で、飲食店に卸すお野菜がやっぱり余ってしまって、どうしても廃棄しなければいけないという状況の中で、そのお野菜をですね、一般の方に提供してくださるドライブスルー八百屋という場所に今から行きたいと思います。その名の通りですね、ドライブスルーのお買い物ができるんです。どういうことかと言いますと、窓からお金渡して、そこで働いてらっしゃる方がお野菜を積んでくださるんです。車にもう車から降りることなく、人と接触することなくお野菜がるんですって。しかも新鮮なお野菜なんですよ。もうね、なんだかとってもなんか前向きにね、今大変な時ですけども、前向きにそのお野菜を、素敵な新鮮なお野菜をたくさんの方に提供したいという思いで、作られた場所です。東京の大田区に今向かってるんですけど、もう一箇所千葉県にもあるそうです。ぜひドライブスルー八百屋で皆さんも検索してみてください、ね、せっかく農家の方がね、汗水垂らしてこう作ってくださった新鮮なお野菜をね、やっぱりね、一人でも多くの方にね、食べていただきたいという皆さんの思いで始められたみたいで、素晴らしいですね。ポジティブですね。さあ、間もなく到着でございます。ナビだともう、あ、見えてきました。あ、すごい、お邪魔します。あ、すごい。はい、お邪魔します。わー、すごい。はい、はい、あ、こんにちは、及川奈緒と申します。すいません、ありがとうございます、お世話になります。ご用意してます。いいですか、はい、ありがとうございます。どちらに、あ、後部座席に、座席の方です。座席にお願いします、はい、すいません。わ、すごい、すごい。これちょっと今日サービスで、納豆とか長い、優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたく、今日は3500円で、はい、はい、もちろんです、ありがとうございます。すいません、なんかお気遣いいただいて、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんかちょっとじーっときちゃった。もう優しい、皆さん、たくさんの方がね、あったかく笑顔で迎えてくださいました。わあ、もう絶対いっぱいお野菜入ってる、楽しみ。ちょっとおまけでいただいたものをちょっと見たいと思います。こちらですね、納豆です。万能なめこ、福島県産の。わー、お、大きい、わかるかな、こっちの方がいいか、見えますか、大きいですね。おーら、立派な山芋、嬉しい。もう女性の味方ですよね。もうね、ネバネバ系は大好き。嬉しい、納豆もあるしね。いやー、これだけでもすごく嬉しいのに、後ろにはね、大きな段ボールありますから、これはちょっと自宅で、はい、広げてみたいと思います。じゃん、ただいま帰宅しました。ではオープンしたいと思います。楽しい。はい、紙が入ってますね。ドライブスルー八百屋さんのね、チラシがまず入ってます、ね、
わあすごい。おわあすごいすごいすごい。まあ早速目に入ったのは、めっちゃ大きい。はい、見えます？サニーレタスです。すごい大きいし、いっぱい入ってるし。いい香り。いい香り。葉っぱの。優しい香りがしますよ。水菜です。水菜じゃない、間違えた。なんで別なんですか。サニーレタスです。続いてよいしょ、ちょっとね疲れちゃってごめんなさい。はい、続いては水菜。はい、水菜ですよ。新鮮なうちにね、早めにいただかないといけないですね。さあ飲んでいきましょう。うわ、すごいいっぱい入ってる。来ました。大きな小松菜。茨城県産の小松菜。わー、どんどんいこう。すごいすごい、いっぱい入ってる。チンゲン菜、やったー。チンゲン菜大好き、嬉しい。はい、まだまだいきますよ。すごいんですよ、もうどっさりなんですよ。まずじゃあこれピーマンね。ピーマンは島特産、茨城県産ピーマン。そしてお、きゅうりね。まあ大きな立派なきゅうりが3つも入ってる、3本入ってる。ピーマンは5つ入ってる。はい、おお。そしてナス、大好き。私もあの麻婆ナスしょっちゅう作るんですけど、麻婆ナス豆腐を作るんですけど、両方入れちゃってるんですけど、ナスは本当にね、炒めてもいいし、お味噌汁にも入れるし、はい、もうすごい重宝します。ありがたいです。はぁ、嬉しいな。そして、はい、ネギ。ネギネギ、嬉しい、千葉のネギ。はい、はいはい。うわぁ、まだまだある。玉ねぎ2個。はい、玉ねぎもしょっちゅう使ってますね。お味噌汁もだし、炒め物もそうだし、ね、はい。そして、大きな人参2本。すごい、もうちょっとどっさりですね。うわー、なんと大根1本。いつもスーパーではもう半分とかの買ってったりするんですけど、いやー、丸ごと1本ありがたいですね。いただきます。すごい、本当にまだまだある。いや、重いわけだ。だって見てください、ほら、キャベツ、丸ごとキャベツ。あー、嬉しい。キャベツ本当にもう、もう全部あるじゃないですかね。イタリアで作ったり。そして、はい、おじゃが、じゃがいも、どこ、嬉しい。いやー、ちょっともう頑張って運んだ甲斐がありますね。わー、はい、来ました。アスパラときのこでね、バターで炒めるのが大好きです。はい、そして、わあ、さつまいも。さつまいももあるの。嬉しい。あ、もうちっちゃい時から大好きですけど、さつまいも。この季節にお芋系ね、たくさんありがたいです。さあさあさあ、そしてお野菜はここまでで、はい、レモン3つも。そしてこれ何ですかね、みかんの大きいの。イヤカンじゃないでしょ。なんだ、柚子じゃないでしょ。何ですかこれ。あ、これサンフルーツ見えますかね。そのまま食べてもよし、お酒に絞ってもよし。これ最高じゃないですか。私あの日本酒も大好きだし、ワインも大好きだけど、ハイボールをしょっちゅう飲んでるんですよ。ハイボールにちょっと絞ってみたいです。
ありがとうございます。そしてリンゴ2個、そしてキウイ2個。いやー嬉しい、こんなに。もうずっと笑顔が止まらない。はい、そして最後です。最後はなんと卵。卵？いやー嘘、卵あったの。まあまあ本当に、はあ、ありがとうございます。やったー、卵ちょうどあと1個じゃなかったかな。あのね、朝あのトーストにハムとチーズを乗せてあの食べようとしたんですけど、あのハムとチーズがあったんだけど、あとそこにスクランブルエッグも乗せちゃおうと思ったら、あ、卵があと1個しかないと思ってちょっと取っといたんですけど、あ、ここでまた、はい、追加されました。10個ありがとうございます。いや嬉しいですね。はい、じゃあ最初に入ってたこちらチラシね。ドライブスルー八百屋さん、はい、あの皆さんぜひあのインターネットとか、ね、パソコンとかのスマホでもすぐ検索したら出てきましたので、私本当にネットサーフィンしてたらたまたま見つけてあったんですよ。えーと思って、ちょっとなんかね、すごく今のこの時代に、時代っていうかこの時期に、大変な時にあの前向きな感じですごくあったかい皆さんで迎えてくださる場所だったので、うん、なんかちょっとほっこりしますし、ね、皆さんもぜひ車で行ける人はぜひ行ってみてもらいたいなと思います、うん、で事前に必ず予約してくださいね、うん、予約しないともう本当に大行列で、あの私もちょっと何日か前に予約したんですけど、もうすぐインターネット見たらもうホームページに、あ、この日は完売ですみたいな看板って言ってた、この日は完売ですって出てたので、ちょっと事前になるべく早めにあの予約をした方がいいと思います、うん、はい、こんだけちょっとなんかアピールしましたけど、ちょっとこの後ね、実際このお野菜を使って、おつまみを、はい、お酒に合うおつまみを、何品作れるかな、いっぱい作りたいですけどね、はい、ちょっと考えて作りたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。一息ついて料理します。さあ、今からおつまみを作りたいと思います。今洗いましたら半分に切っちゃいます。